こちらでは朝ドラおむすび第5週のあらすじと深掘りを、ドラマをより深く楽しみたい方のお役に立てましたら幸いです。阪神淡路大震災前日、結衣は庄屋に9年前の体験を語り始めます。1月16日は理髪店が定休の月曜日で祝日の振り替え休日でした。バーケードを設置に尽力する商店街の福田、美佐江、高橋、市役所員の若林がバーバー米田に集まっています。夕方、結衣が店の隅でセーラームーンのお絵描きをしていると、出かけていた音巻が帰ってきました。ふわ、巻に誘われてトアロードにショッピングに行ったと話します。めっちゃ楽しかった、巻ちゃんが服選んでくれてん。巻は結衣のためにキラキラのラインストーンがついたブローチを買ってきてくれました。でも巻ちゃんほど遊んで鍋さんに怒られへんか心配する成人に、巻はお父ちゃんは関係ないです、うちとあゆちゃんは親友ですから。1995年平成7年1月17日深夜、米大は2階の居間に成人と愛子が子供部屋に琴結衣が寝ていました。午前5時46分、激しい揺れが米大を襲います。縦揺れが激しくなり、目を覚ました結衣に符が覆いかぶさります。次に結衣が気がついた時には神戸市立宝井小学校の教室にいました。そこには福田夫妻や高橋夫妻、娘の夏美を連れた佐々木美佐恵夫妻ともいます。その夜、地元の有志のボランティアが白米を握ったおむすびを持ってきてくれましたが、結衣はおむすびをくれた女性に、おばちゃんこれ冷たい。翌日になり、頭に包帯を巻いた渡辺隆夫、尾形直人が宝井小学校にやってきました。子が駆け寄り、おじちゃん、まきちゃんは？と聞くと、沈黙の後、隆夫は答えました。死んだなんでまきなんや、なんで俺やなかったんや、涙で顔をぐしゃぐしゃにする隆夫、泣き出す方愛子が抱きしめます。阪神淡路大震災6日後、糸島へ、震災発生から6日後の1月23日、避難所に糸島から祖父の米田栄吉がやってきました。長吉はトラックに水やじき料を積んでいろんな避難所に配りながら成人たちを探していたのでした。食事も取らず誰とも話さないほの様子を見た長吉は成人たちに言いました。今から家族全員で糸島に行くばい。成人は神戸をこのままにしておけないと断りますが、話を聞いていた福田が言いました。朝ちゃん、こっちのことは気にせんでええから、故郷に行くべきや。成人は愛子と子供たちを先に糸島に行かせ、自分はもう少し残って神戸のためにやれることをやると言いました。7月、ふは糸島で中学にほとんど行かずに過ごしていましたが、避難所にいた頃よりも元気になっています。成人は夏休みのタイミングで家族で神戸に戻り、仮設の店舗で店を再開させるつもりでした。ですが、家族の反対もあり、しばらく糸島で生活することになりました。1996年4月、府の高校登校初日の朝、府は金髪にネイル、制服も着崩して登校し、早速停学になりました。5月には、天神のゲームセンターで17歳の女性とトラブルになり、突き飛ばして軽傷を負わせる傷害事件を起こします。成人はそんな方不良と叱りつけ、
子に理解を示す愛子とたびたび言い争っていました。2004年平成16年長吉が周りの人々に声をかけ、糸島フェスティバルの打ち上げが米台で行われています。ユイトショーや実行委員関係者、キミコ、ギャルの龍なしたち、クラスメイトの宮崎恵美、幼なじみの古賀陽太もいる前で、成人はベロベロに酔っ払います。ユイがギャルたちの仲間だったとして、愕然とした成人はこれじゃあほと同じじゃないか。ふはそんな成人の話階段でずっと聞いていました。駅までの帰り道、ユーナシたちは楽しく話しながら歩いていきます。見送りに出たユイは、4人に突然切り出しました。今日で、ギャル、やめます皆さん短い間ですがお世話になりました。